どうもこんにちは、谷蔵と申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はですね、最後の調整練習をね、やろうかなと思っております。でね、僕はですね、琵琶湖マラソンに向けてここまで結構ね、練習を積んできたっていうわけなんですけれども、まあ残り3日となりました。最後にね、練習して最後の週は結構みんな調整に入るわけなんですけれども、その中の1日で、結構やっぱ肺に結構刺激を入れるような調整をして本番に向かうというのがね、結構主流なんですけれども、僕はちょっとね、この練習の流れとして、3日前にね、ちょっと入れようかなと思っております。で、今日最後の刺激として今日は 5000m ね、1本プラス流しをね、入れようかなと思います。でペースなんですけれども、レースペースが3分30なので、それよりもちょっと刺激のちょっと高い強いのを入れたいなと思いまして、3分10で今日は、5000m やって流しして、いい感じで終わりたいなと思っております。だからね、最後の調整練習ですけれども、ここでバチッと決めてね、本番は本当にもう気合と勢いと気合で気合で行きたいなと思いますんで、今からね集中していきたいと思います。それでは早速やってみましょう。はい、ということでね、5000m を3分10秒でね行こうかなと思うんですけれども、それ終わって、ちょっと流しをちょっと何本か入れて、最後の調整を迎えたいなと思っております。よし、じゃあ行きますか。最後、最後の調整頑張りましょう。じゃあ最後行きます。はい、行きます。よーい、ほっ。オッケー、400通過72秒頑張れ。オッケー、2000通過6分8、6分9、6分10、6分11。はい、と。完全通過が9分21秒ですね。完全通過9分21秒。OK、 4000通過12分26、12分27、28、29、12分30秒。OK。残りラスト 1000m ですね。今日はあくまで刺激なので、練習という練習ではないんですけれども、この刺激をして本番に挑むっていう感じになりますね。なので本番前の最後の練習になります。よし、頑張れ頑張れ。残り200、残り200。でも設定でいけたからよかったわ。
後ちょっと垂れ流しして行きましょう。で3本目ですね。流し3本でおしまいになります。これがもう最後の練習になります。 5000m やって流し3本、これで今日の練習が終わり、琵琶湖前の最後の練習にもなります。OK。 いい感じかな。まあ、5000は15分35秒で、流しが 200m を3本入れた感じだね。200が久しぶりのスピードだったからさ、29、29、28ぐらい。おお、まあまあまあ、相手はすごい取ったけど、まあ肺には刺激入ったなと思いますね。どうだった感覚的には。この5000とかはいけたけど、なんかやっぱもっと長くなってくると多分後半きついかなってちょっと思ったね。まあ今日はちょっと試合よりは速いペースでやったから、それきついのはまあ当たり前なんだけど、その試合のペースになった時に距離が長くなって後半どう対応するかが、今後の勝負だね。本番の勝負になってくるから、まああと今日合わせて3日あるからしっかり調整しよう。 OK、 それしかないわ。頑張ろう。うん、しっかり調整して明るくいけば、いけるんじゃないかなと思うんで。OK、 じゃあ足とか肺の刺激はできたっていうことで、そうだね、今からあの、カーボローディングいっちゃいます。食べたいだけじゃん、飯を。飯食いてだけじゃん。ピアとかどこでもいいよ。でも結構ガチで、大事なの？マラソン前の3日か2日前ぐらいからカーボローディングつってめっちゃご飯を食べたりしてスタミナを体に蓄えるのと、あとウォーターローディングで水分を体に回す、水を結構飲んで総取りとかね、だからそういうの本当大事だから。大事だ、まあ、間違ってなかった今言ったやつ。でもまあ僕の撮影者は毎日カーボローディングだからちょっとダメだけど。間違いない。うん、ちょっと炭水化物とかの量を増やして体の中身もね、本番に向けて調整していきたいなと思います。はい、ということで本日は最後の刺激 5000m プラス流しでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイバイ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。